7年ぶりか。腕がなまってないといいけど。え？何が起こったんだ？私たち、あなたはいつものように指示だけだ。どうした？バトルの時いつもいきなりのことで戸惑っちまってる。やむを得ない。ここは私たちがフォロー。やれやれ、パートナーの俺たちのことまで忘れちまってなきゃいいがな。加減なしだ。分かった。
ダメなのか。いや、まだだ。そうだな。ここで私たち。これは力を感じる。行くぞ。私たちはまだ。寝ている場合じゃない、守るんだ。おお、行くぞ。ああ、決める。キャだったか。礼なんていらない。うん？お主人間か？異空間の罠に無限ドラモンを閉じ込めたはずじゃったが。あの無限ドラモンを倒したとな。そうか。ここにおるのはお主のパートナーか。しかも2体とは随分と変わった関係じゃの。お主を守るために全てを使い果たしたか。
そう落ち込んだ顔するでない。彼らがパートナーデジモンならばデジタマ転生が可能じゃ。わしが受け継いだ外部記憶がそう言っておる。さ、心にパートナーを思い祈るのじゃ。心にパートナーを思い祈るのじゃ。成功じゃ。よし、これで転生は完了じゃ。改めてこやつらのテイマーとしてパートナーたちを大事に育てるがよい。何が何だかな、わからんことだらけなのは一体何がどうなっておるのか。ひとまずそこで気を失っている床門の手当てもせねばなら。お主はデジバイスに吸い込まれ、折り悪くわしの作った異空間に落ちたと。そしてデジバイスに寄ったお主のパートナーが。なるほどな、偶然とはいえ助かったわい。で、実はもう今この世界は危機に瀕しておる。見ての通りわしらの町フローティアもボロボロでな。その原因は無限ドラモンじゃ。ここしばらく突発的に何度となく襲ってきては町に大きな被害を出しよった。究極体の圧倒的な力もさることながら不意に現れ忽然と姿を消す奴の襲来にわしらはなすすべがなかった。そこでわしは己の知識と技術を総動員して、次に奴が現れたら異空間に飛ばして閉じ込めてしまおうと考えたのじゃ。計画は成功した。いや、計画以上の成果じゃ。お主のおかげであの無限ドラモンを倒すことができたのじゃからな。じゃが危機が去ったわけではない。無限ドラモンが暴れては消える現象はこれまで何度も各地で確認されておる。信じられんことにあの究極体が一体。今回はお前さんたちの活躍でかろうじて乗り切ることができたが、残念なことにどこからどうやって無限ドラモンが現れるのかわからん。
なんとも絶望的な状況でな。何か手がかりでもあればやりようもあるのじゃが、何か手がかりでもあればの。このトコモンが無限ドラモンだった。いや、しかし言われてみればトコモンから微量ではあるが異質な情報波を感じる。これはどう考えればいいんじゃ。町の住人であるトコモンが無限ドラモンに。そんな進化は聞いたことがない。クラウド記憶のメモリーに何か引っかかるものが。それよりも無限ドラモンに進化、いや異構築する理由じゃな。トコモンの微量情報だけでは無理であろうな。じゃがこれでどうしようもなかった脅威に対するきっかけが得られたとも言える。となれば行動あるのみじゃ。そこでお主に頼みがある。お前さんも早いところ元の世界に戻りたいじゃろうが、何ぞ対策しようにもこう町が荒れ果てていたのではままならん。町を落ち着かせるためにも無限ドラモンに襲われてチリチリになった住人たちを連れ。よう言うてくれた。では早速お前さんはパートナーと共に町を出て行ってしまった住人たちを探してくれ。わしはトコモンの持っていた微量な遺失情報を調べてみようと思う。異構築の謎が解けるかもしれん。そこまではいかずとも遺失情報を探知できれば、まずはそのための探知装置を作るつもりじゃ。何か進展があればデジメを送るから、こまめにデジバイスをチェックしておいてくれ。それでは踏んだぞ。
しっかりやろうな。強くなるんだ。真面目に行こう。始めるぞ。しっかりやろうな。強くなるんだ。強くなるんだ。真面目に行こう。しっかりやろうな。強くなるんだ。
そうそう。はい、これ。はい、これ。さてと。